韓国ボーイズグループアストロメンバーで俳優としても活躍しているチャウヌが、ハリウッドに進出する。1日、映画界によると、チャウヌは最近、ユンジェユン監督が演出の K-POP スター映画 K-POP、ロストインアメリカの出演オファーを受けて前向きに議論しているという。チャウヌ側はこのため、今年下半期のスケジュールを一部整理して撮影の準備中だと伝えられている。K-POP、ロストインアメリカは、ニューヨークで海外デビューを控えたボーイズグループがショーケースの2日前に誤ってテキサスに行ってしまい、金も時間も携帯電話もない状況で何とかしてニューヨークに向かう様子を描いている。CJ グループのイミギョン副会長とコメ映画巡り会えたら、コンタクト、インターステラーなどを制作した映画プロデューサーのリンダ・オブストが共同制作し、津波や国際市場で会いましょうなどをユンジェユン監督が演出を担当し、企画段階から話題になっている。制作陣はこれまでオーディションを含めて、様々な方法で劇中の K-POP アイドル役の俳優を準備してきた。いくつかの議論や過程を経て実際の K-POP アイドルで演技力を兼ね備えたチャウヌを主人公にしたという。ドラマ女神降臨、映画世界で一番愛しい君へなどに出演したチャウヌは、K-POP アイドルとしてだけでなく俳優としてアメリカ市場に進出することになる。ただ、K-POP、ロストインアメリカは当初、今年秋の撮影を目標にしていたが、様々な事情で少し遅れる可能性がある。チャウヌは人気アイドルなだけに日程がぎっしり詰まっているため、他のスケジュールと重なる恐れがある。一方、米メディアデッドラインによると、K-POP、ロストインアメリカに女優レベルウィルソンらが出演するという。タレントのチャンヨンラン、第三子が流産してしまったことを告白。HYBE 新レーベルアドル、始動。新ガールズグループの予告コンテンツ、7月22日より公開へ。チャウヌ、ユンジェユン監督演出イミギョン CJ 副部長制作の映画 K-POP でハリウッド進出と報道。